速して十分なスピードから引き起こし開始しますが、スホイでは失速に近い状態からエンジンパワーで行うことができます。続きまして、背面での宙返り、続きまして背面飛行です。ハンマーヘッド、垂直上昇からスピードがゼロになった時点でラダーを操作し暗転し、機首を真下に向けて降下する技、これがハンマーヘッドです。8です、8の字を書くように飛行します。どうぞご覧ください。このまままた上昇します。900m ですね、高度にして。向こうに見えました旅客機ですから高度差がかなりあります。全然ニアミスとかそういうものではございません。上空スモークの方が当時故障してたんですが直ったようですね。スモークが出ました。背面でループに入りました。これはシートベルト
てノーパスです。終了いたしました。